こんにちは。ただいまより小ギタの木やりご披露させていただきます。木やりと言いますのはね、大変おめでたい時に、歌う歌でございますね。20年ごとに行われます伊勢神宮の、ね、式年遷宮などにも歌われるというような、そういうおめでたい時に披露するのがこの木遣りでございます。今日はね、大変本当に皆様方のね心がけも良かったということで雨を心配しておりましたけれども、そうじゃなくてこんないい花見日和になりましてね、ありがとうございます。わずかな時間ではございますけれども、小ギタの木遣りもね、だんだん年を取ってきましたので、以前のような元気な姿はなかなか見れませんけれども、何とも今日はね精一杯ご披露させていただきますので、よろしくご覧いただきたいと思います。では最初にね、金鶴という歌で棒をあげます。それから金鶴が言ったら松前という歌に入ります。で、松前が終わりましたら笠口時ということで、本当にわずかな時間ではございますけれども、連続で3曲続けて歌います。ご披露させていただきます。そして、最後になりますけれども、このお手拭き投げっていうのが待っておりますので、皆さん楽しみに、してください。この中にはちょっとね、気持ちとして我々の気持ちとしてちょこっとしたね、お金が入っております。運のいい人は500円入る。運の悪い人はゼロ。大体がね、あとはね5円玉だとかね、そんなようなことも今日は皆さんが楽しんでいただくためにね、我々考えまして、昨年この席で、来年はちょっと考えさせていただきますというようなことを言いましたので、今日はせっかくねご参集くださいましたお客様が喜んで帰っていただけますことを願いながら一生懸命披露させていただきます。よろしくお願いします。
つまえそのなん。お家が外で奥にへお下り、よほいとこね。ありはありゃありゃ、よいとよいとおこね。あらぬか。これからお手拭き投げでやりますので、軽いからね、後ろ飛びませんので、できるだけ前来ていただかないと拾いませんので。まあ、これやるやつね。はい、どなたもね、にぎやかにおやね、やらえや、はりわさのへやこの、さやねこの、よさいは、ござらね。いえおや。はい。はい。もう。はい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 。いいです。中身はないです。じゃあ、ね、